ピョートル大帝湾は半島により、アムール湾とウズリー湾に分かれている。アムール湾は、ウラジオストクの町の西にある。図の東に、ナホトカがある。スポーツ湾アムール湾は、ロシア連邦共和国沿海地方の南海岸、ピョートル大帝湾が、ウラジオストクのある、ムラビオフアムール半島といえ、フゲニー諸島で東西に、分かれていて、その東側が、ウズリー湾で、西側が、 このアムール湾である。アムール湾は日本海の北西岸にある巨大なピョートル大帝湾の中にある西側の湾である。長さは約6 5トル幅は約9から2 0トル深さは最大で約5 0ルである。沿海地方の他の水域の中でアムール湾は陸地に最も深く食い入っており、海岸線の大きな凹みが特徴である。 この水域は、ムラビオフアムール半島と、ルースキー島を含む、イェフゲニー諸島との延長線によって、外目から仕切り切られている。比較的大陸性の気候のため、湾では最も早く氷の形成がされる。ウグロフ湾とのビッグ湾の氷の多いはすでに11月下旬に、現れ、3月下旬から4月上旬に溶ける。しかし、 5月にはこれらの湾での水は摂氏14度まで温まる。安全な表情での移動を可能にする耐久性のある着氷は2月に現れて湾の北部を完全に覆う。静止した氷の広がりの最大境界は通常、ペシャニー岬、マルコフスキー岬の線で東に伸びる。海底は比較的平らで湾の上部の海岸から広大な斜瀬が伸びている。南西。 湾の出口に向かって、深さは徐々に増加する。ペシャニー・岬太らフトラ地下の線の北側の、平均水深は10から20メートルである。ウラジオストクとルースキー島の向かいでの水深は15から30メートル。そしてポポフ島とレーネック島の向かいでは30メートル強。ブリュース・岬とリコルダ島の線では、最大50メートルに達する。アムール湾の岸には、港、ウラジオストクの町。 スポーツ湾、トルドボエ村があり、ペンション、リゾート、子供たちのキャンプ場がある広いリゾート地になっている。北海岸には、ウグロボイ、プロクラドノエ、ジマユジナや、デイコールフリース、タブリチャンカ、デブヤトゥイバルの集落がある。西海岸には、ペレボズナや、ベズベルホボがある。東海岸には、シュチェティニ意イ先もある。アムール湾は隣接するウズリーワによりも暖かいと、されている。 アムール湾の一部をまたぐニスカボドヌイ橋が2012年に完成して北方面からのウラジオストクへのアクセスが改良された。アムール湾の奥では中国、黒竜交渉から流れてきたラズドリナヤ川が注いでいる。名前の元となったアムール川はここでなくずっと北のアジア大陸とサハリンとの間のタタール海峡で海に注いでいる。ありがとうございます。